こんばんは10月22日木曜日の夜ですね今日も見てくれてありがとうございます今日も皆さん1日お疲れ様でした本当に見てくれてありがとうございます、えー、中には昨日の動画も見てくれた方もいらっしゃるかもしれませんまだ見てないという方はぜひ昨日の動画見てみてください今までえ大丈夫だよってずっと言い続けてきて毎日のように動画を上げてるんですが昨日の動画はですね 過去一番短い動画となっておりますので非常に見やすくポップにやらせていただきました僕なりの、まあ、中には10分近くやってる動画もありますし昨日みたいに1分台のね動画もあるんですけれども一貫して言ってるのは本当にただ見てるあなた大丈夫だよってそれだけなんです大丈夫だからそう大丈夫なんですただただ 大丈夫って言いたいただ,だから、うん、大丈夫なんです大丈夫大丈夫大丈夫本当によくこのチャンネルに来てくれました感謝しておりますすべての人を受け入れますありがとうございます 大丈夫だからねあなたは大丈夫。本当に大丈夫だから。大丈夫。本当に。うん、毎日言うからね。毎日毎日。明日も明後日も、もう言わないとか、言わない日が逆に考えられない。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫だから。本当に大丈夫。大丈夫。大丈夫だよ。大丈夫だから。 大丈夫だよ。大丈夫大丈夫、大丈夫大だよ。大丈夫なんだよ。これが言ってる。大丈夫ですよ。君は大丈夫だ。大丈夫つってんだろ。大丈夫だよ。大丈夫だって。大丈夫だ。大丈夫大丈夫だ。って。大丈夫だ。から。大丈夫だ。よ。大大丈丈夫、夫、大丈夫だよ。大丈夫。 だから大丈夫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 だよ大丈夫大丈夫だから明日も会いましょう明日もね必ず明日も会いましょうではおやすみなさい平山茂でした